皆さんこんにちは、小橋です。今日はですね、ちょっと怖い話なんですけど、もし大学受験に失敗したら、どうすればいいかということについてお話をしてみたいと思います。まあ、例えば中学受験とかですね、高校受験でもし失敗をしてしまったとしても、基本的に、まあ、浪人という制度はないですね。なので、まあもちろん浪人して高校に入れる高校というのも、まああるはあるんですけど、まあ 99.9% ですね、まあ浪人するという人はいないでしょうから、まあそうなるとですね、まあどこかの学校に進学をするということになるわけです。で、かつ、まあ中学受験や高校受験であれば、その後のですね、まあ、大学受験とかで、まあ、挽回できるから、まあ、それに向けて頑張ろうというのが、まあ、社会一般的な考え方だし、まあ、僕も間違ってはいないと思うんですけれども、まあ、大学受験で失敗をしてしまったら、これどうすればいいのかということですね。で、やっぱりメンタルをね、病んでしまうという方もいらっしゃったり、まあね、それでこう学歴に対するコンプレックスを持ってしまうという方もいらっしゃると思います。まあ、なのでですね、あえてですね、私、塾経営者が語る、大学受験に失敗したらどうすればいいのか。っていう話を今日できればと思います。で、まあ、結論から言ってしまうとですね、もう簡単ではあるんですね。もう、2つしかないんです。1つは、もう1回大学受験に挑戦をする。そして2つ目がですね、入れる範囲の大学に入って、そこで頑張る。この2つしか、もう選択肢はないんですよね。で、やっぱり人生の、まあ、岐路ではあるので、大学受験というのは。第一志望とか、まあ、行きたかった大学に受からなかったら、まあ、悩んでしまうから、まあね、僕は今簡単に2つの結論を言いましたけれども、まあ、早々ね、簡単に気持ちが整理できるわけじゃないということもわかります。ただ、まあ、事実としてですね、この2つしか選択肢がないってことをよく理解をしてほしいし、まあ、大学受験に、仮にですよ、まあ、失敗をしてしまったとしても、そこまでね、人生、まあ、落ち込むとかね、悔しい気持ちになるとか、それはね、頑張ってるんだったら当たり前のことですよ。頑張ってね、結果が出なかったのに悔しくないってことはおかしいと思いますから、その感情は別に正常だし、間違ってないんだけれども、それを引きずる必要はないんだよということについてお話ができればと思います。まず一つ目なんですけれども、まあ、浪人をね、して、まあ、勉強すれば来年合格する可能性がありますよね。まあ、もしかしたらすでに浪人をしていて、ね、2年目、まあ、一浪であれば受験的には2回目ですよね。2回目だし、まあ、もし2浪とかしてれば3回目ということになりますが、正直ね、2回、3回、4回チャレンジしてうまくいかないんだったら、多分向いてない部分っていうのは僕はあると思うんですよ。なので、もともとね、現役でやってますとか、まあ一浪ぐらいまでであれば、もう1回チャレンジをするということはありなのかなと思いますし、まあチャレンジをするって決めたんだったら、あとはもう前向きに勉強すればいいので、そんなにね、もう悩む必要はないです。とにかく前に向かって勉強するしかない。ただですよ、今まで、例えば高校3年間、勉強してきて、もしくは高校に通って、それなりに活動してきて、それで受験に太刀打ちできなかったってことは、やっぱり今までのやり方とか、もしくは今までの生活習慣、今までの勉強量、何かしらに問題があるから、もしくは複数のものに問題があるから、受験に合格できなかったわけですよね。ということは、それと同じ延長線上で勉強していってもうまくいかない可能性があるということなんですよ。なので、例えば、別に塾を変えるとかね、何か勉強の仕方そのものを根本的に変える必要はないかもしれないし、変えてもいいんだけれども、どうすれば自分がね、より勉強ができて成績が伸びる環境に身を置けるのか、もしくはそういうふうな自分の学習というのを最大限に優先して、なんていうかな、日々生活ができるのかっていうことをよく考えて行動すべきですね。一方でですね、例えば、まあ、決まった大学の範囲でどこかに行くという選択も僕は一つなのかなっていうふうに思います。もちろんですね、一般的にいわゆる偏差値が高いとか、まあ、有名な大学に行けば行くほどですね、例えば将来皆さんが就職活動とかをするときに、まあ、就職活動で、まあ、面接を突破できる可能性というよりは、筆記試験とか、もしくは書類審査ですね、そういうところを突破できる可能性というのが高くなります。まあ、筆記試験に関しては、別にどんな大学であろうが、別に勉強をしっかりやって、問題が解ければ、ね、全く問題がないというか、通過はできるわけですけれども、ただやっぱり、その周りの環境とか情報面で、ね、こういう勉強した方がいいとかっていうのが、まあ、多少ね、いい大学の方が情報が入ってきたり、周りのね、人も優秀なので、そういうところで、なんていうのかな、サポートしてもらえるというか、まあ、情報交換ができるという意味で、まあ、プラスアルファのメリットはありますよ。だし、周りが、例えばどういうふうに就活しているのかっていうのやっぱり偏差値が高い大学に行けば行くほど、あくまで一般的にはですけれども、やっぱりしっかりと活動している人が多いんですね。だからやっぱり自分も周りの人を参考にして就職活動とかはしやすいという傾向があります。
そういう意味では当然いい学校に行った方が、そういう会社ですね、皆さんがどういう会社を希望しているかわからないけれども、まあいい就職先に巡り会える可能性が、まあ、内定がもらえる可能性が高まるということ自体は間違っていないと思います。まあ、ただですね、じゃあそうじゃない大学に行ったら 100% 人生失敗するのかって言ったらそうではないわけですよね。で、僕も大学を卒業していろんな人に出会いました。で、僕なんかはコンサル会社にいたりとか、今も教育関係のことをやっているので、比較的、まあ、その大学出身大学で言えば偏差値が高い、ね、人たちと、まあ、つながりが多いといえば多いです。ですが、全然ね、そういうこと関係なく成功されている方っていうのもいます。それは別に起業してどうこうだけではなくて、普通にサラリーマンをやっていてうまくいっている方もいるし、会社でなんかこう昇進をしてね、結構すごいポジションにつけている方もいらっしゃいます。で、例えば皆さんがね、例えば外資系の投資銀行とか、ね、東証一部上場の中でも例えば五大商社とか、まあ、そういうところに行って、ね、そこでまあちょっとこうかっこつけたいみたいなのが皆さんの求めているものなのであれば、それはいい大学を出た方がそういうことをね、実現できる可能性っていうのは飛躍的に上がりますけれども、ただ人生そうじゃないですよね。僕なんかも今自分のね、メインの仕事って何かって言われたら、まあ、中小企業の、まあ、社長兼、まあ、オーナーというか、まあ、社長ですねをやってるわけですよ。で、全然ね、大企業とかなんかと比べたら規模もちっちゃいし、社員数も少ないし、まあ、ちっちゃいなんか世界でやっているというふうに思われると思います。だけど、僕の、ね、周りを見渡せば、そういう小さい会社ってめちゃめちゃたくさんあるんですよ。で、もちろんしょうもない会社もあるし、まあちっちゃいしね、従業員が数十人ぐらいしかいないけれども、頑張ってね、成果を上げているっていう会社も全然あるんですよ。で、普通にそういうところに勤めるときに、小さい会社って別に学歴とかで人を判断してると採用できないんで、あんまりそういうことしないですね。むしろ即戦力とか本当に頑張れる人材っていうのを求めていたりするので、そういう会社に入って、ね、学歴がなくてもどんどん昇進をしていって役員になってるとか、そういう人っていうのもいくらでもいるんですね。で、そうなると下手するとその辺のね、大手の会社で例えばね、何十年もかけて20年とかかけて部長になったりとか、ね、課長になったりとか、まあ、そういう、ね、人たちよりももっと早い期間にスピーディーに年収がその人たちより上になるみたいなことも全然あるわけですよ。で、別に僕はね、だから中小企業にみんな行きましょうねって言って言いたいわけじゃないんですよ。言いたいわけじゃないんだけど、その皆さんが今見えてる、その、なんていうかな、世の中というのは非常に狭い視野でしか見えてないんです。で、僕もそうでした。もしかしたら皆さん以上に僕の時代なんか YouTube もなかったし、ネットでね、そんな将来の職業についての情報なんかも調べることもないし、そういう情報も少なかったし、もうないから、皆さん以上に僕は多分高校生の頃視野が狭かったので、特にそう思います。やっぱり僕は高校生から今まで、まあ、約15年ぐらいですかね、ありますけれども、やっぱりその中で非常にね、やっぱ世の中に出てから、まあ、昔自分が高校生とか中学生だった頃っていうのは視野が狭かったなというふうに感じますね。知っていた職業とかも明らかに種類が少ないし、だから皆さんが大学にね、進学するときに必ずしも自分の一番行きたかった会社じゃないかもしれない、もしくは自分が希望していた大学学部じゃなかったかもしれない、まあ、できれば、まあ、学ぶことは自分が希望していることを学ばないと大学に行きたくなくなっちゃうので、そこはなるべく合わせた方がいいと思うんだけれども、まあ、でもね、まあ、自分が行きたくなかったと思う大学だとしても、その中で何をやるかですよ、皆さんがね。普通に周りと同じように過ごしていたら、周りと同じような成果しか得られないけれども、別にね、そこは周り関係なく自分で努力できることをたくさん努力して、前向きに頑張っていくってことが必要だと思います。で、例えばね、そういう風な話を僕が、若い方にすると、まあ、とはいっても偏差値が低い大学だと、ね、その社会でフィルターをかけられて、その参入できない世界もありますよねっていう風に言われます。それは確かにそうなんですよ。例えば偏差値的に全然高くない大学から、じゃあ国家公務員のね、総合職にどれだけなれるかって言ったら、まあ、ちょっと厳しいし、正直採用の人数っていうのはそんなに多くないですよね。だけど別にその仕事に就かなくたって皆さんの人生って幸せになる可能性っていくらでもあるわけですよ。逆に言えば、例えば東大とか京大のようなね、大学に行ってる人ってほとんどが、まあ一部ね、中小企業に行く人もいるけど、ほとんどの人が大企業に行くわけですよ。それってやっぱり結局プライドがあって、もう大企業に行かないといけないみたいな、あの使命感みたいなのを持ってるわけですね。まあ早稲田とか慶応の人もそうでしょう。で、そうなると逆にね、その中小企業に行くことを心理的に、なんていうかな、もうシャットアウトしてしまっているっていう人もいるかもしれません。
仮に皆さんがどんな進路を選ぼうとも、できることとできないことが、まあ、フィルターのようにですね、生じてしまうってことは、どんなケースにでもあるんですよね。だから、確かに、その自分が希望していなかった大学に行った場合、一部のね、皆さんの可能性、たくさんある可能性のうち、ごくごく一部の可能性が失われてしまうかもしれないけれども、それ以外にもたくさんの可能性があるので、まあ、そこをですね、ぜひ皆さん大事にして生活してほしいし、まあ、高校生とかね、もしくは大学生でも、きちんとね、勉強してない人、まあ勉強というのは大学の勉強だけじゃなくて社会一般の勉強してない人からするとほとんど世の中が見えていないので非常にモヤがかかったね状態で世の中を見ているようなものですよ。だそこをなるべくいろんな本を読んだりとか勉強することで視野を広げていくってことをぜひね大学生のうちにしてほしいんです。まあ、これは別に大学受験に、ね、成功した人だってそういうことをしてほしいんですけどね。ただやっぱり皆さんがですね大学受験にもし失敗してしまった場合もうどうしようというふうに思うかもしれませんが、もちろんね、まあ、努力をせっかくしているのであれば、まあ、合格とかねそういったものを勝ち取ってほしいとは思うんだけれども、もしダメだったとしても、まあ、そういったね、自分のこう進路に悩みすぎて変な方向にね考えを動かないように、まあ、ぜひ気をつけていただければなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。またリクエストなどありましたらコメント欄にコメントください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。